はい、皆さんこんばんは。1月27日のショーチャンネルです。今日も、参議院では本会議で、代表質問がありました。我が会派からは小沼巧議員が、質疑に立ちましたので、ぜひ見てください。テレビで見たって方もいるかもしれませんねと。はい、小沼議員は官僚出身のまだ30代だと思います。はい、中盤後半40にはなってないのかな。元官僚で独特の世界観があってと、官僚らしいこう知識もあってですね、この安倍政権、今岸田政権ですが、安倍政権10年間一体どういうことをやっていたんだと、いろいろいいこと言っていたけど、掲げていた目標はきちんと数値目標は達成できたのかという、非常に官僚らしいですね、こう視点から、検証する、そんな質疑をしていました。結構聞き入る内容でしたので、ぜひ、URL 貼り付けておくので概要欄に見てください。はい、で、自民党の男性議員がですね、結構その気になることを主張していました。悪気も全くないと思いますし、これまで自民党さん、私が、都議会の時もそうですし、参議院議員になっても1年目ですね、ちょっとニュースにもなってましたけど、予算委員会の中で女性議員がですよ、その野党に向かって子供は母親が家で育てろなんて野党を飛ばすような、そんな、自民党さんだったんですが、本音はだけれども、今日は男性議員がですね、育児休業はしっかり取ってもらうことが必要だというような話をしっかりとされてまして、そこは良かったなと思ったんですが、その後すってんころりと椅子からずり落ちそうになりました。はい、育児休業取ってもらわなきゃいけないんだけど、取りにくい理由というのが同期たちとの出世とかに遅れるというようなニュアンスのことをおっしゃっていました。だからやっぱり 取りやすくしなきゃいけないですよねと、そこは同意するんですが、その内容はずっとすってんころりに立ったんですが、じゃあ育児休業中に、岸田政権で激推ししているリスキリングですよね。リスキリング、学び直し、これをしてもらうことで資格などを取得して、それを評価するような仕組みにすればいいという話で、それできればいいけど、子育てをしながら育休中にそこまでできる人ってどれぐらいいるんだろうか、やりたい人はしっかり後押しすればいいんだけど、なんかものすごいモヤモヤ感が残りました。というのもやっぱり産後うつとかですね、育児をやることによってこう追い詰められる母親たちも非常に多いですから、その中で、資格取得、学び直しをしてそれを評価するってなってくると、より追い詰められてしまうのではないかとかね、やっぱりこう野党の女性議員からはちょっとざわざわと、私も隣に田島愛子さん座ってたんで、みたいな感じで、これできる人どれぐらいいるんだろうねっていうふうにざわざわしました。こちらに座ってる男性議員からはですね、それ育児休暇取ってもそのちゃんとしっかり育児やってないんじゃないかな、やっぱ男性だからやっぱり分かんないんじゃないかなみたいな感じで、そういう、実態の中から出た、提案だったんだろうなというふうに思います。なかなか難しいですよねと。リスキリングはしっかりやってほしいし、育児取得休業の取得もしっかりやってほしいんだけれども、ちょっとハードルが上がるような、逆にね、大変な形の提案ってどうなのかなと思いながら、全てがダメというわけではありませんが、なんかちょっとこうモヤモヤ感が残りますよね。安倍政権で2013年だか4年だったかぐらいに出た、3年間抱っこし放題、そう、育休お休みし放題っていう、あの時のこうモヤモヤ感にちょっと似ているような気がしています。はい、ただその時と違って、まだ、議員が質問で提案しているだけですので、そこまでの騒ぎにはならないと思いますが、ちょっと違う、いいんだけどさ、やれる人はもちろん応援するんだけどさっていう印象を持ちました。はい、でこちら皆さん、ジョージアの大使ティムラズさんご存知ですか。はい、ジョージア大使ティムラズさん、書籍を発売されました。はい、いただきました、ありがとうございます。ジョージアの大使、非常にツイッターで大人気で、なんとフォロワーが15万人もいるそうです。すごいです。で、日本語はペラペラで、広島に、子供の時に住んでいらっしゃったのかな、で、そういったこともあって、ちょっと私ともですね、お話しさせていただいたり、しています。国際局の副局長なので、ジョージアの大使お話しさせていただいておりますし、こちらのジョージアの大使をご紹介いただいたのはお隣の、アゼルバイジャンの大使からご紹介をいただきました。はい、ジョージア行ったことないんですよ。行ってみたいですね。首都はトビリシ。はい、で、これちょっといろいろこう写真とかもいっぱいあって、本当なんかちょっと行った気になるような、作りになっています。これからしっかり読みたいと思ってるんですが、
温泉もあるんですね、うん、行ってみたいですね。で最後の方はカラーでですね、こうお料理もジョージア料理もあるんですね。わーいいな、うん、美味しそう、うん、で、まあ、もう一つこうパッと開いたところですね、こう日本も結構皆さん、あ、なんか結構これ親しみあると思うのが載ってました。じゃーん、こちら顔文字ですね。ウェイイエイなのか、はい、ここのお手手の部分、ここがあのジョージアの文字ということで、意外と私たちジョージアの文字見てるんだなというふうに思います。ジョージアも日本と同じで、まあ、ひらがなとかカタカナ、日本で独特の文字があると、うん、それと同じなんですよね。非常に親しみが湧いたんじゃないかなと思います。はい、あのジョージアの大使、本当に日本語ペラペラで漢字も使いこなすし、あの日本語なんか私よりも正しく書いてるんじゃないかなというふうに思うぐらいです。ぜひあの見てみてください。これおすすめの本です。それではまた、今日は金曜日ですね。また来週。